WTC コートランド駅、一部看板では、ワールドトレードセンター駅、かつては、コートランドストリート駅あるいはコートランド、ストリートマイナスワールドトレードセンター駅と呼ばれた、駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の駅で、ある。マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトのワールドトレードセンター内のかつて、クリニチストリートとコートランドストリートの交差点が、 あった場所に位置し、位置系統が終日停車する。駅はインターボローラピットトランジットにより建設され1918年7月1日にコートランドストリート駅として開業した。その後ワールドトレードセンターが建設された1960年代に改装が行われた。この時に駅の上を通っていたコートランドストリートはワールドトレードセンター建設のために 撤去されている。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロが発生し、ワールドトレードセンターが崩落、ワールドトレードセンターのほぼ真下に位置した、当駅は甚大な被害を受け営業が休止された。路線自体は2002年に運行が再開されたが、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は、パストレインの終着駅となっており、早期の復旧が望まれた。 ワールドトレードセンター駅の再建に追われ、途中駅であった、当駅の再建は2015年まで延期された。その後、1億5800万ドルの費用をかけ駅は再建され、2018年9月8日に WTC コートランド駅と駅名を改め、営業が再開された。駅からは、パストレインワールド、トレードセンター駅のほか、連絡通路経由で、 BMT ブロードウェイ線コートランドストリート駅。さらにコートランドストリート駅から地下鉄。乗り換え通路経由で IND8 番街線。IRT ブロードウェイ -7 番街線チェンバーズ。ストリートマイナスワールドトレードセンター。パークプレイス駅に。デイストリート連絡通路。フルトンセンター経由で IND8 番街線。IRT レキシントンアベニュー線。IRT ブロードウェイ -7 番街線。 BMT ナッソーストリート線、フルトンストリート駅に接続している。1965年の改装工事まで駅に設置されていたビッカース製作のモザイクアート。現在はニューヨーク交通博物館に保管されている。IRT ブロードウェイ -7 番外線のシャトル列車は1917年6月3日にタイムズスクエア -42 丁目駅から34丁目。 ペンステーション駅まで運行区間を延長した。その後1918年7月1日に運転区間をサウスフェリー駅まで延長し、この時に当駅はコートランドストリート駅として開業した。新しいエッジシステムが1918年8月1日に導入され、タイムズスクエア -42 長名駅北を走行するすべての IRT ブロードウェイ -7。 番外線列車はサウスフェリー駅方面行きとなり42丁目駅から分岐しグランドセントラル駅へ向かっていた列車は現在の42丁目シャトルとなり両駅間の往復運転となっている1965年駅の上を通っていたコートランドストリートはワールドトレードセンターの建設のために撤去されたこのため当駅はコートランドストリートという駅名ながら コートランドストリートに出ることができなくなった。1965年と1966年には、駅ホームの有効調を重量へ伸ばす延長工事が行われた。この時に古いタイルとスクワイア・ジョゼフ・ビッカース作のモザイク装飾は撤去され、新しい機械色のレンガに置き換えられた。なお、モザイク装飾の一つは、ニューヨーク交通博物館に保存されている。 1980年代、地下鉄、システム全体のサービスレベルが前世紀である1910年代より大幅に下がった際、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは当駅に新しい時刻表を設置した。古い時刻表や路線図は不正確であったため撤去された。1993年2月26日、ワールドトレードセンター爆破事件の影響で、 列車は当駅を迂回している。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロの直前、コートランドストリート駅は1日あたり19,446人の乗客が利用していた。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロが発生し、ワールドトレードセンターのビル二棟が崩落。 路線のトンネルが地下40フィートと比較的浅い場所に位置していたのでビル崩落の衝撃を大きく受け、駅のスチール製 I 型型針が潰れて、荷重を支えきれなくなったため天井が崩落し、線路とホームを瓦礫が覆い尽くした。このため、IRT ブロードウェイ -7 番外線は、チェンバーズストリート駅南が普通となった。この後2つの再建プランが検討された。 一つ目は、崩落箇所を復旧した上で、今まで通りの運行を再開するプラン。二つ目は、比較的テロによる被害の少なかったチェンバーズストリート、駅南から分岐し、ボローホール駅へ向かっている2系統と3系統が使用している線路を使い、この線路はサウスフェリー駅を通らないため分岐線を建設し、サウスフェリー駅へつなげるプランであった。 最終的に一つ目の既存の線路を使う案が採用され、南のレクターストリート駅とサウスフェリー駅への運行を再開するためあたり駅は、崩落を免れた部分も含めすべて解体され、ホームがあった場所にはトンネル壁面が作られた。これにより完全に破壊されたトンネルと線路575フィートを含む計975フィートのトンネルと線路の再建が終了した。 レクターストリート駅とサウスフェリー駅の営業は再開されたが、コートランドストリート駅は完全に閉鎖され再建はされなかった。最終的には、コートランドストリート駅はワールドトレードセンター再建プロジェクトの一環として再建されることになった。駅はワールドトレードセンターに最も近い地下鉄駅であったことなどから、この地区における重要な駅であり、 高級的な閉鎖は不可能であった。再建にあたり、ニューヨーク7時はブロードウェイマイナス7番外線の運行を取りやめずに再建を行おうとしたが、ニューヨークニュージャージー港湾公社のチーフエンジニアなどは、再建を行うには、地下鉄の構造を支えなければならず、電車を動かしたまま再建を行うのは難しく、コストがかさむため再建中は、電車の運行を取りやめるように説得した。 結局電車の運行は2002年9月15日に再開した。当駅の出口の一つであった BG ストリートの階段はワールドトレードセンターの崩落後も残っており生存者の階段として知られるようになった。階段は2008年7月にナショナルセプテンバー11メモリアルミュージアムに移された。駅北端の BG ストリートへの出口後、2006年撮影。 2008年のワールドトレードセンター跡地。地中のコンクリート構造物は、元のコートランドストリート駅を含む IRT、ブロードウェイマイナス7番外線のトンネル。2007年、ニューヨークニュージャージー港湾公社は、パストレインワールドトレードセンター駅の再建での環境への影響に関する声明において、コートランドストリート駅は2009年頃に営業再開するものと見込まれていた。 2008年10月、港湾公社は、コートランドストリート駅の再建に関するまたとの合意に達したと報告書に述べた。または、港湾公社に建設プロセスを効率的にするため、ワールドトレードセンター駅付近の地下街の再建とともに再建を行うよう求めた。港湾公社は2010年、第2四半期までに、トンネル構造の基盤となる掘削を完了し、 第3四半期中にコートランドストリート駅の再建を開始する予定であった。2010年第2四半期のレポートには、港湾公社はトンネル構造建設のための掘削がほぼ完了しており、2010年第3四半期中にコートランドストリート駅の再建が開始されると発表された。駅の仕上げは2011年。 第2四半期に開始する予定で2011年9月に駅の中2階とホームで作業が開始された。再建工事中、建設従事者を列車から保護するためにホームの線路側は壁で覆われていた。ワールドトレードセンター跡地に新しいワールドトレードセンターが建った時、ワールドトレードセンター周辺地区開発者が撤去されていた。 コートランドストリートを再度付設し、コートランドストリート駅にコートランドストリートが接続するようになった。誰が改装費用を支払うかについて、公安公社とまたとの間でもめ、営業再開は2014年から2018年に延期された。2013年に公安公社は駅を再建する契約を結んだ。2015年2月、公安公社とまたは、 駅を仕上げることに合意した。2015年5月から2018年にかけて、コートランドストリート駅の位置するブロードウェイマイナス7、番外線チェンバーズストリート駅以南は、断続的に閉鎖された。これにより、駅の仕上げやタイル、照明の設置などの再建工事が再開された。2015年に、または、再建計画の主導権を握った。 しかし2017年1月、またの独立したエンジニアは、法重検討会社との意見の相違により、駅の再開が延期する可能性があると述べた。当時、または1ヶ月につき80万ドルを再建プロジェクトに費やしていたが、2018年8月に予定された営業再開日に間に合わせるためには、現状の4倍の資金を費やす必要があった。 駅の再建にあたり発生する費用は、当初1億100万ドルと見込まれたが、最終的には1億8100万ドルとなった。エレベーター、線路内立ち入り検知システム、火災放置機、ヘルプポイント、監視カメラ、カウントダウン時計、空調、ADA に準拠した新しい入り口が建設されたほか、アン・ハミルトンによる100万ドルのアートワークが、駅に設置された。 2018年4月、いくつかのニュースソースは、コートランドストリート駅の営業再開が2018年10月になる可能性があると報じた。6月までに、駅構内の電気配線の設置が完了し、建築の仕上げと回転式改札機、エレベーター、エスカレーターの設置が行われた。また、ワールドトレードセンターと書かれた駅名標は2018年8月までに、 ホーム壁面に設置されていた。2018年9月7日、いくつかのニュースソースは、駅が翌日に営業を再開すると報じた。その後、駅は、実際に、翌日の2018年9月8日に式典を行い営業を再開した。新しい駅名である、WTC コートランド駅という名前は、ワールドトレードセンターの最寄り駅であることともとの、駅名である、 コートランドストリート駅に敬意を表し二つを合わせた駅名となった。再建された駅ホームのパノラマビュー開業当初の駅はグリニッジストリートとコートランドストリートの交差点がかつて位置した場所に建設された。相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅で1965年の駅改装工事前は スクワイア・ジョゼフ・ビッカースによるモザイク装飾が南北ホームの壁に沿って設置されていた。ホーム上には等間隔に赤色の柱が立っており、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白で駅名が書かれた駅名表が設置されていた。駅名表に書かれた駅名はコートランドストリートとワールドトレードセンターの2つがあり、交互に設置されていた。 再建された駅は元の駅と同じ場所、グリニッジストリートの下にある。駅は元の駅と同じく2面2線で地面から20フィート下に位置する。ホームには灰色の柱が立っており、WTC コートランドと書かれた駅名標が設置されており、ホーム壁面にはワールドトレードセンターと書かれた駅名標が設置されている。ホーム北端に 南北ホームを結ぶ連絡通路があり、駅には空調も設置されている。駅には2018年にアン・ハミルトンにより100万ドルをかけて制作されたアートワーク、コーラスが設置されている。これは駅ホーム壁面のほぼ全体にわたって浮き彫りに書かれた文章からできており、文章は世界人権宣言やアメリカ独立宣言をはじめとするいくつかの文書から取られている。 パストレインワールドトレードセンター駅本屋オキュラス再建された駅は地下鉄コートランドストリート駅チェンバーアッツストリートマイナスワールドトレードセンターパークプレイス駅フルトンストリート駅とパストレインワールドトレードセンター駅に接続している当駅はパストレインワールドトレードセンター駅の駅本屋として知られるオキュラスの西側に位置している駅には 計4つの出入り口が接続している。駅の北端と南端にある2つの出入り口からは地下鉄からパストレインの駅に直接アクセスでき、北港ホームはオキュラス上層バルコニー及び南コンコースへも接続している。駅は ADA に準拠しており、BG ストリートからのエレベーターが南行ホームに接続している。 また、既存の地下街へのエレベーターを利用することもでき、新たに設置されたエレベーターが、南北法務官連絡通路へ接続している。2001年9月11日まで、駅の終日開いている改札口は、駅の北端、BG、ストリートとウェストブロードウェイの交差点付近に位置し、回転式改札機が設置されていた。この改札口の切符売り場は、駅の最後の残骸が2007年に、 撤去されるまでそのまま残っていた。ワールドトレードセンターコンコースへは南北ホームの中央付近にある回転式改札機の設置された改札口から接続しており、平日の午前6時40分から午後10時の間のみ開かれていた。また、駅の南端には4ワールドトレードセンターを経由してリバティストリートへ出ることができた。ありがとうございます。